やばいあの老人たちっていうのに対して圧をかけていくっていうかあの心の底から軽蔑している感じとかを出していくっていうのがもっと重要なんじゃないかなと思ってて一番やばいと思うのはその老人たちじゃなくてむしろその老人たちの周りを囲んでる人たちとか僕たちとかが結構表面上その人たちを尊敬してるような雰囲気を醸し出すっていう癖がものすごくあってその技術がすごい高いと思うんですよちょっとそれをやめて あの堀江さんのように怖い雰囲気を醸し出して 1, 1ミリも尊敬してないかのような雰囲気をみんなが醸し出すようになるとやっぱ誰しも周りに必要とされてない感をガンガン出されると辛いもんだと思うんで少し世代交代につながるんじゃないかなとかっていうのをちょっと最近思ってましたこれはなんか僕たちの世代にとっての問題でもあると思うんですけどやっぱりその分かりやすいポジションとかなんか承認欲求とか知名度みたいなもの以外の。 人生における価値みたいなのっていうのに僕たちは気づけてないっていう部分がすごい多いんじゃないかなと思ってて何が何でも死ぬまで体の限界までそれにしがみつかなくちゃいけないっていうすごい幻想を抱いて生きてるんだと思うんですよ。 で別にそれを退いたからって言って人間として終わるわけでも何でもないっていうことに僕たちは気づいてそれをどう実行できるかということが大事なんだですねよだからどこどこ会社のサラリーマン一生続けるわけじゃないのでいつかは定年退職するわけだし、まあ、転職するかもしれないんだけどでもそういう状況の中で本当に一社でサラリーマン勤め上げた人ってマジで定年後やばいと思うんですよね。そうですよね だからよく何かのブログで見たんですけどそれまでその付き合ってくれてた友達と思ってた人たちは別に友達ではなくただの仕事仲間だったっていうだから仕事がなくなったら誰も相手にしてくんない、まあ、それは当たり前の話なんだけどその矛先が配偶者に向か,向かいとか家族に向かってでそこもなんか「面、う、倒、ん、くさくなっちゃったなこの人」みたいになってそこからもなんか見下り犯をつ突きつけられ。 居場所がなくなって、ボケていくっていう、ストーリーなんで。僕、すっごい不思議なのは、なんで老人は老人ホームに押し込ん、行きたがるのか。か自ら、その、ボケる環境を。作ってんじゃないかなと思って。みんな、その滑舌の悪い老人、みんなじゃないけど。まあ、結構な割合、そういう人たちがいて。みんな情報の感度が低くて。 コミュニケーションも遅いしダラッとしてるコミュニティにずっといて衰えるしかないよねっていうでも若い人たちと若い人たちと話してる人ってやっぱ元気ですよねなんかエキスを吸って若いエキスを吸ってるんだとか言うんだけどまあ実際そうなんだと思うんだけど吸ってるわけじゃないんだけど実際にそういう環境になってしまうだからそのいろんな世代の人たちと仲良くするようなコミュニティっていうものが 作られなければいけないんだけど、さっきの国民国家の話に戻りますが、うん、軍隊に入れるために義務教育をやってるので、それが全部サラリーマン社会にも全部受け継がれていて、い<や>どうせなぜか当然それの終着点がやっぱ老人ホームなんじゃない？そう,そういやそうなんですよだ,かだから。ああいうコミュニティに属すっていう形でしかなんか生きられない人生をずっと送ってくると、どっかにその。 箱とか建物的ななものが欲しくなっちゃら同世代ってことなんですよずっと同世代とつるむってことなんですよ。<laughs> それが不自然だって言ってるんですよ。<laughs>